高瀬山古墳は山形県佐賀江市高瀬山にある古墳時代後期に築造されたと推定される円墳。環状に巡る幅5メートル周行を持ち、周行の外径は34メートル、内径は23メートル、高さ1.3メートルである。内部主体は年板岩質の石材を組み合わせた箱式せっかくで、せっかくの底には2を塗った小石が敷き詰められており、 服装品として、自家党一振りが発見された。せっかく内部の長径は2 2 0トル幅4 0トル深さ5 7トルせっかくは、円墳中央から東にずれていたため、円墳中央部には木管があったと考えられる。作られた時期は、7世紀前後と考えられ、昭和28年2月20日県指定史跡に指定されている。 昭和56年付近から古墳時代前期の方形集工墓の一部が発掘された。その後、高速道路建設に伴う発掘調査で高瀬山古墳の北東部からも環状に巡る集工が数箇所で発見され古墳群が存在したことが判明した。現在は埼上川ふるさと総合公園内に復元されている。古墳が存在する高瀬山地域は 旧石器時代から中世まで千年以上にわたって、人々が居住し、広さ90ヘクタール余りの南東北最大級の集落であったことが発掘により判明している。佐賀市大技佐賀四つ978-108、高瀬山遺跡第三期発掘調査報告書、P1。ありがとうございます。